はい、あれざうちーでーす。えー、普段は亀田製菓配りおじさんとして、えー、働いています。もちろんうそです。はい、えーと、7月10日、えー、7時から、アウェイで山口戦ありました。えーと、見事勝利。いや、よかったっす。3対1。まあ1対3ですね、アウェイだから。 まあ最後の1点1失点はちょっとあれでしたけれども、まあ、相手がすごくうまかったですよね綺麗な流れだったんじゃないかなと思いますはいじゃあ,まあ前半振り返り振り返りっていうほど俺振り返ることしないんですけど、まあ、適当にまた今日も動くラジオとして、えー、と適当に喋っていきますもちろん、えーと なんだっけ戦術の部分の話は一切なしでやっていきますねそう話せないからね、まあ、前半からもうすごかったっすねこの今節のなんだろうな気持ちその絶対勝つっていう部分のがすっごかったですね あのいい意味で向こうのミスを誘えるぐらいもの誘って誘えてましたよね。すごいハイプレスでその行く時行かない時っていう部分とかもあったしめちゃめちゃ良かったですね。で今日今節は、まあ、前半はもうほぼほぼアルビっていう感じでしたかねまあ、ちょっ40分以降で少し相手の時間があったかなーっていうのでしたかね。結構あの 相手がい,いクロスを上げてたんですよねただそこに走り込んでる選手がいなかったっていう部分がもったいなかったのかなっていうのですまあちょっとまあ今回はまあ1点目ってみすかね1点目よかったっすねはいはい「極、はい、ラジオはいこれですねこれ使うのに戦術の話をしないさすが俺そうですねどんなだったっかな なんかここら辺でしたよ、ね、こんんな感じだったんですよねここら辺ここら辺確か相手からのこうパスがちょっとゆっくりだったかで遅かったんで星くんが素早くプレスかけてここで伊藤君が奪う感じだった気がするそして伊藤君がここでまた星君に戻してよしくんですねでよしくんに渡してからですよまあからなんですよね まあからよしくん、ここ、やっぱいけなかったんですよね、プレスにね。えー、っと、この相手の、なんて人だっけな、伊藤君に一回肘打ちして、俺打ってやってない、やってないよとかなんか言ってた方ですね。向こうのキャプテンでしたね。めちゃくちゃやってたよな、あれはって思うんですけど。いけなかったから、よしくんがすごく時間をゆっくりと、すごいベストタイミングでこの辺にね、こんな感じかな。この辺に出せたんですよね。 そこで星くんがめっちゃスプリントかけてここで折り返しに浩司君浩司君がこう何であれだっけえーっとヘナンヘナとあの向こうのすごくかなりえっとプレスをしてきたいいディフェンダーの選手ですねよりも先に触る。 ここでしたね。先に触れるやっぱりでかいっすよね。いかに相手に勝つかなんで、そこがすごくできた1点目だったなーって、もう完璧。いや、完璧。いや、今回完璧なゴールが結構多かったんですよね。はい。手塩屋ですね。さすが亀田製菓、椿おじさん。ちなみに俺は亀田製菓に勤めてません。はい。ここでしたね。で、これですわ。イグジー。 イグジー拝んでイグジーでしたね、浩二君は。何なんだろう、この拝みは何なんだろう。シオン頑張ってこいようなんだろうな、きっと。うん、良かったっすね。で、2点目、2点目はコーナーキック。伊藤くんのコーナーキックが、あれがうまい感じに、あれなんですよね、山口がコーナーキックとかはゾーンで守る。なんか 相手につくんじゃなくて、うちらにつく、人につくんじゃなくて、ゾーンで守るっていうので、そのゾーンのところでゴールキーパーのパンチングで、まあ、やっぱセカンドゾーンで守ってるから、セカンド取れるんですよね。こんな感じで守るからさ、こう、セカンド取れて、ここでヤン君がシュート、シュートだけど、まあ、ちょっと打ちきれず、叩きつけて、 で、ここ、いい、いい飛び出しするん。康二君がまた、しっかりと押し込む。うん。やっぱそういうところの嗅覚だよね。そこもさすが。で、やっぱそこから、2点目取ってからは、ちょっと山口が、やっぱり、出してきたなって、力を出してきたなっていう部分で出した、あったんですけど、ディフェンダー陣がやっぱりすごく最後、しっかり足出して、 ボールをしっっかかり蹴るっていう部分とかがやっぱできていたやっぱそこでかいよなーって思いましたねすごいフミヤとかめちゃめちゃすごかった一回フミヤがうーんと何て言うんだっけめちゃくちゃ飛び出すやつ飛び出しでいいのかな飛び出してこうこれはいいぞいいぞっていうこのままい,いっちゃい,いっちゃいって思ったら優しいパス出して ー太郎くんがシュートってまあ栄、えー、太郎くんな今今節は2点3点決めれたんじゃないのかっていうちょっと力んでたねめちゃめちゃ力んでたなっていうのでしたねまあ最後のあのシュートのあのフミヤからのあのパスの時にはもうもうやっぱりちょっと体力が疲れ捨てて走ってきてそのままあそこねー 1一回ちょっと落ち着いてっていう部分があったよねそのままダイレクトで打つんじゃなくてちょっとパンなん,なんつうのトラップしてでもまあその前がトラップしてでかくなっちゃってるからねそれでダイレクトにしたのかなまあなんかうんあそこ力まずに打ててたらなーすげえいいのにそうなんで本当は今,今節もっと大量得点ができたぐらいなのは思いますね うん、でもそれだけ右サイドからもやっぱり崩せてたし左サイドからもいけてたっていうのはやっぱいいっすねよしいい,いい流れです、まあ、3, 3点目もすごかった <laughs> 何点目も星くんが競ってえっ、ー、と肘くらったのかなまた顔やられてでもまあ伊藤君がすぐフォローに入ってよし君スルーパスよしくんに行ってでよしくんがえっ、ー、と浩二君にすごいすげえスルーパスして 工事もまたよう走る。で、最高のクロスね。ディフェンダーとゴールキーパーの間ね。この間に最高のクロスを送って伊藤くん滑り込んでこれよ。またこれよ。ナイス。ナイスパスね。毎回伊藤くんこれやるからね。ほんと。いや、すごかったね。そう、今節は、あれっすね。今節はやっぱり、 なんだろうね、もうみんなの気持ちが違ったしやっぱり前からのプレスがすごかったよし君のあの終わってからのダゾーン終わってからのあの何て言うんだっけよくいたポジションを色で表すやつえげつなかったよね全部 <laughs> ここ全部っていうねどんだけ走ってんのかっていうねもうその時回数の人何か言ってんのかもしんないけど ビビるよねいやすげえなっていうそのトップ下なのにボランチ並みにえげつなく前の方動いてでボランチはボランチでまた後ろの方はえげつなくきっと動いてるからやばかったなつうか今日このコンセプトはすごく面白かったですねかっいいしいいよかったやっぱヤンヤン君がいるいないでまた違うしヤン君がいるから星くんが輝くなっていう部分。 がやっぱりある、多分ヤン君がきっと守備の部分でのバランスをすごくとってているからその星くんがそのや、やりやすい読み読む何ていうのなんかあるんだよねそう言葉が思いつかないけどそれがきっと良かったんだろうなとすーげえ面白い試合だったなと思いますまあ古ちゃんはコミちゃんもうちょっとだったな 一回ねいいあの切り替えができたんだよね、あのー、向こうのヘナン選手なのかな,だったかな、ヘナンでいいんだったっけ、ちょっと、ま、名前待ちでしたら、またちょっと怒られるけど、まあ多分山口のサポは見ないから大丈夫だと思うんだけど、ヘナン選手が先に触った、取ったんだけど、またすぐ取り返せたっていうシーンは良かったけど、他ちょっと目立てなかったかな。 もうちょっとやっぱりな、コミちゃんの良さって前に行って、やっぱり攻撃への視線やっぱそれだから、うん、チョコがもっぽい、もうちょっと出せない、出してほし、ほしかったなっていうのですね。うん。あと、ヤムもうちょっとみヤムじゃない、ヤム。キングケンもうちょっと見たかった。うん。なんかそういう部分が、 いろいろ見れた試合でしたね。うん。もうちょい頑張ってって感じですそして昨日はですね、初めてスペースってやつをやってみたんですけども、まあ、なかなか面白かったです、まあ。どんな感じやんのかなっていう部分で、まあ、ほぼほぼ後半戦の前。 後半戦の20分ぐらいはただ喋るっていう1人でまあ1人っていうかまあ俺と奥さんがただ喋りながら見るってやつでしたけどまあ途中からはあやちゃんとかまこちゃんに呼んまこちゃんをまあちょっと無理やりにあげてで感じで終わってからはまさかの大阪の大学生の まあ、でんくんとかって呼んでいる子とかに、まあ、また入ってもらったりで、まあ、ああいうふうに結構何て言うんだうーんと普段よく会ってるさこ仲間だけじゃなくてもこういうふうに繋がれるっていうのが良かったですね、まあ、これもあの磯野さんがちょっとやってやってみてくださいって言ってくれたおかげなんでありがとうございます。 ななかなか楽しくできました、まあ、またちょっと機会があればああいうこともやっていければなと思います、まあ、ちょっと俺の携帯のあのなんだギ,ギガが余ってればっていうのですけどねちょっと低速になったらきっとスペースとか落ちるんじゃないかなと思いますけど、まあ、そういうのですかねそういえばその中であのデンくんが話したオナジョージ君まさかのベガルタ仙台決まったねいやー 結構スピード系で、えー、とそんんなな身長高くないんだよね160代168だったかまあじゃ860後半でスピード系のドリブラーみたいだったんでちょっと面白い選手だなと思ったんですけど仙台でしたねいやー医療福祉とアルビだからなんかちょっとあるんじゃないかとかまあもう内定待つだけなんじゃねえのかって勝手に思っちゃってたんですけどそんなやっぱりうまくはいかないですね うんまあ、そろそろまた夏の遺跡市場とかもあるし今日ミトちゃんの肩や骨折してたっていう分が発表されて3ヶ月かっていうので、えー、と今が7月の11で3ヶ月ぐらいだからまあ最終節なのかなみたいなでもまあこのタイミング 肩だからそれ以外は元気だからきっとめちゃめちゃ体作りはできするんじゃないのかなとまあ肩だと上半身はできないね片方だけやるとねまた何かバランス悪くなるっけね難しいよねでもまあ下半身の強化とかはそういう部分でまたしっかりして怪我しない体作りっていう部分をまあきっとミトちゃんだったらやってくれるんじゃないのかなと思いますまあその間にコミちゃんがね くれないとねこみちゃんこうやっこここだったねここでねこみちゃんがきっと頑張ってくれるでしょういやーかわいい何なんですかこの子ははいとまあ今日はそんな感じかなとりあえずまたスペースとかはまあ時を見てちょっと適当にやっていこうかなと思います次節はえっ、ー、と次は土曜日ね7時でアウェイ金沢線 また頑張っていきましょう。しっかりと応援しましょう。まあ、俺はまた仕事なんで、普通に早くなんとか家帰って、リアルタイムでダゾンで観戦したいなと思います。えー、では、また最後まで見てもらえたらありがとうございます。では、今日は以上。イグゼ、お疲れ様でした。